はい、今日眠いですね。待ってます。これ眠いよ、今日。眠い、今日、やばい。いや、もうその入り怖いんだけども。やばい、めちゃくちゃ眠い。その入りすごい怖いな。眠いから、でもあれかも。リムスティー飲んで寝れば。いや、そう。あ、その話する？その話をするために回してんだろ。分かってんだぞ。じゃあタイトル、眠たい3か、うん、どっちがいいリムスティー考えろ。どっちもダメだよ。どっちも話してんだから、いっぱい。どっちも話した上で、ね、もう散々擦ってんだから、ルイボスティー。眠たいは絶対ダメ。ルイボスティー何本目かな、これ。上げすぎだよ、ルイボスティー。何本目、これ。まあ、4でしょ。タイトルは全部ルイボスティー入ってないとはいえ、関係ある。関係あるの、4本目。何、どうしたんだよ。だから、ルイボスティートークですよ。はい、してくださいよ、じゃあ。君に、だから僕、言いたいことがあります。うわ、もうね、なんかもう分かってたよ、今日。最初から言ってるもん、それ、ずっと今日。ちょっとそんなのんき水なんか飲んでないで、ちょっとここに切っちゃって、正座して座ってくれよ、正座して。もうだってすんげえカロリー使ったのかよ。それ、ルイボスティー。ルイボスティー飲まねえよ、今は。正座してくれせよ。なんでよ。はい。はい、はい、どうぞ。この前ですか？はい。まあ、前の前ぐらいですよ、まず。はい、ルイボスティーいいですよ、と、うん、言いましたね。うん。で、まあ、一杯しか飲まなかったでしょ、うん、はいはい。飲みました。はい。まあ、ちょっとでも、なんか、少し聞いた。はい、言ってたね。朝、なんかスッと起きれた気がする。はい、はい。言いました。今回、はい、私、はい、毎日、お、素晴らしい、すごい、ちゃんとペットボトルに水だよ、水でいいって言うから、はい、水でちゃんと入れて、はい、こう、溶かすというか、はいはい、もう足崩していい、さすがに正座きついから、レイボスティー 1.5 リットル作りまして、すごい、お、ちゃんと寝る前に一杯はね、飲んでたんですよ。いいじゃん、いいよ、もうじゃあよかった、うんうん、飲んでました、うん、飲みました、いいじゃん、眠いです、なんで、全然効果ねえじゃねえかよ。なんでだよ、なんか効かなくなっちゃったよ。なんでだよ、飲みすぎたのかな、寝つきは良くなった。いやそんなに、うん、なんかあんま変わんなくなっちゃって戻っちゃった。あ、そう、なんか飲みすぎやっぱ逆に。いや、そんなことないと思うけど、だって飲めば飲むほど別にだってリラックスするしや、ね、朝はどうなんですか。いやだから朝も全然、あ、今日なんか頭痛いだし、まあ、今日は、ね、いやだ今日はだってだって台風来る日じゃん、それは無理よ、まあまあね、レイボスティー。あー、え、台風来る日じゃないの。タイボスティー、タイボスティー、タイボスティー、そんな、そんなの勧めた覚えじゃないんだ、僕。聞かないんですか、タイボスティー。書いてあった、書いてあったってないね。だってさ、俺たちは聖母スティーの台風の日も聞きますね。言ってない、言ってない、言ってたよ。クレーマー、クレーマー、急なクレーマー、ただ言ってない、言ってないし、別に台風の時はいいよとか言ってないし、言ってない、一回も言ってないです。おかしいな。今日はリアルに別に台風だと思うよ、うん、俺だって、俺だってちょっと重いもん、うん、今日はなんか、ね、このだって明日来るでしょ、明日来る、また来るんでしょ、今撮ってる時点では明日ぐらい来るから、うん、それは俺だって今日重いよ、低気圧だと俺のあるから。台風のせいってことでいい。それはそうさせて、1週間前から頼んだでしょ。そうだ、そこは今日以外言ってたから、その気温を撮ってます。でも1週間前もう台風だったからな、うんうん、そうだ。台風めっちゃ来んだよね。今撮ってる時ややこいんだよ、台風のせいで。俺は台風のあの風評被害をウェボスに与えてることになってる。じゃあもう1週間やって、もう1週間また報告する。やってやって、またまた撮りすぎ、撮りすぎ。こんなこすってることないんだよ。ただウェボスで飲んでる飲んでないの話何本あげんだよ。飲んでないんでしょ、ここで。そうだよ、そんなに、ね、ここでね、今ね、今飲めばいいのに飲んでたって話してるだけだから。今日以外どうだったの、ちなみに。今日以外、だって1週間飲んだでしょ、毎日飲んだ飲んだ。ちょっとあるじゃん、なんかあれもしかしたら、ね、どうなんだろう、ちょっとまあ、わかんない。まあ、でも K さんは0か100しかわかんないですよ。 0.1 ってもの感じ取れない人だから。気づけないから、ね、そうだ、1が 1.2 とか3とかよ、その2倍に寝れるってそんなおかしいじゃん、うん、まあね、でそれででも 1.2 とか3の積み重ねが結局大事じゃん、毎日だから、まあね、でもそれを100ならわかるじゃん。100ならそれは10ならわかるか、まあ、10ならまあわかる、 0.1 はわからん。あそもそも俺勧めた人間違ってた、だから。佐藤さん飲んでた、次だから。うわー、やるか、ついにやって。いやでもどうなんだろうな、そういうのある、そもそもそういう食材って今まであった。やったことないわ、今まで。何もないんだ。めっちゃ効くんじゃない、逆に。あ、ね、いいかもってなるかもしれない。やってみようかな。やってほしい。じゃあちょっとそれ持って、ペットボトル入れて持って帰るか。あ、持って帰る。ペットボトル、ケイさん。もうめっちゃ重いじゃん。重いじゃん。粉だけ持って帰ってもいいだろ。あ、粉あるの。あ、今日セブン行ったのに、また忘れた、粉みんの。あ、そうだよ。このトークする、ちょっと忘れちゃう。
また見んの忘れてた。セブンにあんのだから、粉、じゃあおすすめの粉だからくれよ。だから、セブンのブランドのルイボスティックだけよ。ほんとただ、ほんと粉。だからもうスプーンでこうやるやつ。ケイさん違うの買った？ちょっと、ケイさんちょっと、いただいてるでしょ。こう何ティーバッグ。それに入ってて、ペットボトルに詰め込んで、水ジャーって入れたから、で、これシャカシャカってちょっとやって。それが一番良さそうだけど、ね。一番良さそうで。すごい、出汁は出てるはずなんだ。出汁って言うのティーに出汁って言うんですか？汁は出てる。汁は出てるはず。キモくないなんだ。ねえ、あんま聞かないけどね出てるはずなんだよ、だしはだしと思うだからそれで麺そうめん食うかお前いやだから平気だと思うんだよね、うん、だからさ、まあ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 粉の方がいいのか、ね、直接の方がいいのかいやどうダイレクトアタックの方がいいってことってダイレクトアタックこうだよねダイレクトアタックはだからどっちがいいか効くかどうか飲んでもらえばいいこの薄さでいいのかさあー確かにねでもあるんですかなんで俺そんな俺専門家じゃないせっかくレイボステイチャンネルやってないんだよ別にあ、だ俺が飲んでる薄さと違うからあれ濃そうだね下は出てるよ確かに確かに出汁出てるよ結構これはちゃんと出てるこれは出てると思うよ、おめでしょだから多分ちょっと飲ましてるじゃん平気だよじゃあ俺のそのコップに持ってきてそのレイさっき使ってたそれそうそうそうそれじゃねえよお前それそれゴミだよもうそれ見えないところでボケんのやめて突っ込んでるの見えてないんだよ冷蔵庫開いてるしやばい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 帰ってきてカップラーメン食って寝ましたもうお前ひどいそれはルイボスティーにちょっと悪条件するさすがに先言えしその悪いコンディションは先言えって2時に帰ってきてそっからカップ麺食って寝たの、はい、朝調子いいわけないじゃんそれルイボスティーがあるからそれやれたんだよねルイボスティーあるからで安心じゃんでルイボスティーによってルイボスティーあるからまあいけるかでその日何も1日何も食べてなかったの昨日そう絶対それもええかもうコンディション悪すぎんだルイボスティーのお前ちょっと風評が悪いよお前しょうがないちょっとじゃあ半分ぐらいねちょっと飲んでみてよあでも薄そうだけどええー、色ちゃんと濃いのに薄いよええー、薄いあ、薄いんだ薄いだって、もうほぼ水みたいな味じゃん嘘色めっちゃ出てるもっとちゃんとするんだ、味もうちょっとするよ他の俺が飲んでるやつ入れすぎたんじゃん、水まあそれから水で出してるからちょっと、その結構時間だって水で出してるってするあれどういいんだっけあれは水出し、2時間とか水出しもできるあじゃあいいのでも君がやってるのはやっぱ直だよ粉だね、粉でいっぱいそっちの方がいいんだそれだまあまあ濃くはなるからな、確かにじゃあそれでもう一回やるかさすがにやってみて効かなかったらもう本当に、ね、ちょっと薄いかも確かにアンチルイボスティーになりかけないけどいやいやじゃあまずコンディション普通の日にしてくれない景品なんとか本に引っかかりますいやいやかるよ嘘言ってんだから売ってねえからいいだろ俺が売ってたらそれそうだよ俺がこれルイボスティーはどうだっつってこれやってたらね商材でやってたらそれなんだけど2万ぐらいで言ってさすぐなんかの高しいルイボスティーね1個2万とかで言ってさなんかちょっとでも薄いんだ薄い気がする俺が普段飲んでるのこれが薄いかでも、でも飲みやすいと思うこのぐらいの方があと余ってるやつ全部じゃあ一回ぶち込んでもっと3個くらい一気にぶっ込んで水バー入れてだってさ待ってこれ何個入れたのこの水量のように2個いやでも水こんぐらいでしょあーえ、うん、でもちょっとやっぱ薄いんじゃないこれコップ1杯入ってるでしょだってほらこれでだってこれ何リットル2リットルでしょ、うん、1リットル2は薄いだろそうか純粋に薄いよね、はい、これコップ1杯でしょそっかそっかだって1リットルに2個だったら薄いよね絶対これ余ってるから全部入れて全部入れよ今入れんのそれ入れよせっかくな追加で入れてでっていうかっていうかペットボトルでやってんのちょっとさどうやって入れてんのねちょっと入れてここでちょっと見たいみたいなんか入る姿が想像できないんだけどいやいや待って普通さあのなんかティーこうさポットあるじゃんポットにこの蓋取って入れるじゃん大体どうやって入れてるこう慎重に入れてるこういう時間あるよねこういう時間こうやってるタイムがあるわけでしょ指で入れる時間があるよちゃんと手洗ってるしそうだやっぱもう舐めてるから手で入れてきたもん手で入れてんだよ普通そうなんだってえだからベッドボトルでやんないよねこれ普通そうだベッドボトルでやんないのよなんかさこういうのさこれ元からさベッドボトルってこういうの入ってるから違和感だったもんそうそうそうこれ入ってるからこれおかしいよねこれおかしいよねたまってくるじゃんそれはこうでしょ
行こうよ。いやいや入れないって。どうそうやって指で入れんの？こうよ。いやいや絶対やらないよ。はいはい、ああ簡単に入るんだ。これ簡単に入るんだ。これをだからこうしてでこうよ、ほら汚ね、汚ねえな。全部入れんのめっちゃ美味しいんじゃん。全部入れちゃおう。薄いって言うから。あいだで次からじゃ粉だけ買ってくるわ。もうその専用のってんでしょ。専用に粉が売ってんの。え話しながらやめて。あーまあで、どんかい入れるんです。まあでも 3個、まあ、入れたからさ、だって全部で、まあでも今のもう出ちゃってるとして3だから、うんうん、半分でも多いっしょ。こんぐらいね、半分でも多いんじゃない、うん、え、そうなの。だってそれコップいっぱい用でしょこれ。はい、だって何ミリリットルよ大体これって。500。あでも待って、1袋で350から500いける。入れすぎじゃん。じゃあ違う逆ちょうどいいわ。あちょうどいいの。今3個しか入れてないけどこれしか入れてないよ。あーいいのかもな。ちょうどいいのか。水出しの場合 2,3 時間だって。だこれで放置3個入れてこれだけ。いや見えてねえ。バカ。そこで必死に言ってるけど映ってないんですよ。これだけじゃねえ。見えてないんだから。いやいや3分入れたってこれだけだよ、はいはい、もうちょい入れない。こんぐらいまで入れたくない。薄くなっちゃうかな。いやどうなんだろうね、ちょっとわかんない。このじゃあもう濃いめでいくわ。じゃあ濃いめでいってみて。いってみるわ。これでも放置ね。濃いめでいく。あれこれで美味しい。あの人ずっとあれ使い続けてたらおもろいな。ティーバッグ無限に止まってるから出せないもんね。だって出せない。あー、お腹痛い。このペットボトル出さないから。もう今腹痛い。おもろいな。ちゃんと捨てるときちゃんと出さなきゃね、それあんた。いや、もう捨てる。このまま捨てるしかないの。ダメだよ、お前。これ動画ですごいとんでもない発言してるから。分別するわ、もうちゃんとそれ。じゃあ、こう、ハサミで切って出すじゃん。あ、まあそういうことよ。あ、まあ、先っぽこう箸で取ってほしいんやけど。そうか。まあ、じゃあ、一旦ね。うわ、ん、ー。あー、もう腹痛い。まだ続くじゃん、こっから。だから、粉を買ってこいよ、次。レインボスティー、どんだけ取るね、動画。怒涛の展開だったね、これ。怒涛の展開だったわ、マジで。まさかのあれに指で入れてこうよ、じゃねえんだよ。これをこうよ、じゃねえって。こうでしょ、普通に。普通にそうだろ。普通にそうだろ、だって。じゃあ、粉がいいってことね。薄いんだ。お湯で入れてるわけじゃないんですよ。水だよ、俺は。もうなんか変な粉がもうこのティーバッグのお茶っ葉の粉がすごいやば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 い。嫌だけどこう引きで見たらなんかヒゲみたいな、うん、ヒゲみたい。ヒゲ剃った後のこのあれみたいになってるから。これちょっと拭きなよ。これティッシュ取ってよ、それ。うもうさもう何してんの。そっか、お腹痛い。これ無理じゃない。濡らさなきゃ取れなくない、それ。え、嘘。この隙間にあるよ、この隙間。やばい、まあ、結構あんな。いや、めっちゃあった。めっちゃあるやん。めっちゃあったわ。ああ、お腹痛い。じゃあ粉を買いましょう。ねえ、うん、そっちの方がいいんだ。一回それでやってみてよ、うん、いや、コンディションいいしにしてせめて。昨日はだから本当に普通に朝起きて、うん、で、まあね、何も、まあ朝でも朝ちゃんとヤクルトとか飲んだよ、いつもより。で、飲んでしょ。でそれに関して何も思わなくなったから。で、昼間アイスコーヒー飲んで、うん、そのまま、ずっと夜まで行って、うん、いや、それまずちょっと体調悪くなる人だけどな。よくはないよ。いいわけがない。夜の1時40分ぐらいに会議が終わって、うん、めっちゃ会議するやん。家帰ってきて、うん、でもその日何も1日食べてない。あ、そういえば食べてなかったなって思い出して、うん、帰ってきた瞬間お腹空き始めて、ちょっとコンビニでカップ麺とおにぎり使いました。めっちゃ食うやん、寝る前。それだって。そんなんやって、よし元気出すやついないんだから。おにぎり3つ買えない。カップラーメンって言ってたもんね、さっき。スイカでとんでもね、すごい後ろからのもう、何、バックアップが。おにぎり3センチが。いや、後ろからのおにぎり、とんでもね、強敵出てきた今。でもこれなんでできたかって言うと、ルイボスティーがあるから、安心感がある。そんなわけねえだろ。ルイボスティーが来てって言うから、まあ、お腹空いちゃった。さすがに何も食べてないし、会議の時も出たでしょ。あ、みんな今日ルイボスティーありますよね。ない人は帰っていただいて。もう終わりにしよう。飲まないんだったらやめようって。いやでもあるんで。変な影響がもう、変なとこまでルイボスティーの余波がいってんじゃん。いや、うん、そんな何したって体調悪いって。次の日帰ってきて1時間2時ぐらいに食べたの、それ。
そう、1時半40分ぐらい帰ってきて、そっからお湯入れて、そう、2時そんな大量に食べて、で、もう2時半には寝ました。そんなん絶対じゃん。冷房していつ飲んだの？その、あ、同じタイミング？いや、そんな。ご飯食べたって飲む。あ、いや、忘れてた。いやいやいや、その薬じゃないんだから。ああ、じゃねえんだよ。で寝て、朝、今日は、あ、そう、朝からあるから8時半に起きようって、8時半アラームかけて起きたんだけど、肩重いなーっていう感じでした。しかも明日タイプだし、もう最悪、ルイボスティーに対してのコンディション悪すぎるって。逆にルイボスティーがあったからこれで収まったそう、それまでよね。もっとやばいかもね、もっと質味の質下がってるかもね。でもそれも寝てる間ずっと超動いてんだから、そんなの眠いに決まってんじゃん。おにぎり3個、おにぎり3個、カップ麺だけじゃねえじゃん。なんでおにぎり3個隠してたの？なんで今急に言われて急にこれも食べてましたって出してる。忘れてたなと思って。しょうがないよ。もうどうです。うん。知らないよ。やってみてよ、だから。じゃ粉ね。粉にしよう。もう。粉にしてみて。そっちの方が効くんだね。うん。もう。効くし、寝る前って言ってくれて、一日の食生活がまずおかしいです。そこ直さない限り、朝はずっと重いです。いや、でもね、食べない方がいいんだよね。眠くなっちゃうからさ、昼間。まあ、わかるけど、だからその許容の量はあると思う。ゼロは良くないと思うけどね。そこはでも、ヤクルトとミルクでカバーしてるから。いや、カバーの仕方が変なんだって。で、昼間はアイスコーヒーでカバーしてるから。それ、すごい食生活。なんかそのうちガタ来る気がするけどな、それ。今来てるけどね。来てんじゃねえか。じゃあ直せ。じゃあ次また集まった時に聞きましょうか。粉は買わなきゃ。粉は買わなきゃ。1本ずつ取れるか、じゃあ次。あ、そうだ、そうだ。1本ずつ取れる。もういいって、そんな。俺もそんなに長期間の戦いになると思ってないから。経過の動画もだから、1本1本出して。じゃあ4本取れるかも。4本取るなよ。途中経過と。途中経過とかない。ルーボスティ生活何日目じゃねえ。キキルイボスティやってるじゃん、今度。キキルイボスティなんてできないよ。え、できないよ。別に詳しくないんだから。俺もこんな大ごとになると思った話ない。ルイボスティってウーロン茶って多分分かんないから。分かんないから、マジで。それは分かるって。嘘。それは舐めてるから。あ、それいいかも。ルイボスティとウーロン茶はさすがに。ルイボスティってハーブティーとかですよ。ねえ。いや、それはむずいって、だってハーブだもん、これ。いや、いけ。それもハーブだもん、これ。で、毎日飲んでんだから。毎日飲んでんだから。でも、これと俺が飲んでるやつ、もうすでに味違うよ。だってこれ薄いって分かったもん。ああ、自分で作っていいですよ、だから自分で作る。どういうこと？あ、自分で飲んでる。あ、だいたいこんぐらい入れる。ああ、なるほどね。そうそうそう。はいはいはい。まあまあ、でもね、それぐらいだった。粉があるって知らなかった。あれだと思ったからさ。まあまあ、別にでもこれ、違う違う、粉とかじゃないから、またリズム。まあ、次は粉で最終チャレンジしよう。なんでまずリズム変える気ないの？それにはかなわないって、何やったって。粉で。リズム整いまずはそこで。まずなんで、なんで期待してるんですか？次回また。コンディション整えてからやってくれ。まだまだ終わらない。終わりたいよ、俺は。挑戦はし続けよう。俺も休みたいよ、次じゃ。俺いないとこでやってくれ。もういいよ、俺は。鍵口になっちゃった。鍵口になっちゃった。あいつ嘘ついてたな。嘘ついてねえし。さすがにこれは無理だって。こんな人無理だって。はい。次回、見てください。はい。おしまい。お願いお願いします。チャンネル登録。